毎度おなじみ、リトーカルトラクマウィキリ診断、いよいよですね、クラシック第1弾ということで、阪神競馬場で、桜花賞 G1 レースがあります。早速ですね、高橋トラクマンと山本トラクマンですね、リトーと北間についてのお話をしていこうと思いますが、反路追いが多かったですかね。そうですね、はい、じゃあ、人気を集めそうな、はい、ナミウルからいきますか。お願いします。まあ、1週前にね、ライトウォーリアっていう、群馬と回ってるんですけど、この方がもうめちゃくちゃ長距離動く馬ですんでね、手応え的にはまあ見劣りましたけど、これでまあ十分にね、十分すぎるぐらいに負荷はかかってると思いますしね。なるほど。まあ、その分今週、横山武史ジョッキーが駆けつけての追い切りでしたけれども、単走で、前回とか前々回とか投手も合わせもやってたんですけど、今回単走でということで、とりあえずこの馬ね、一生懸命ね、調教、おてんばなところはあるんですけど、走り出したら一生懸命走るという感じでやったんですけど、今週ね、意外にこう遊びっていうところの部分があって、だから前と比べるとね、だいぶこうなんて体力がついてきて、この馬自身がね、多分走るのが楽になってきてると思うんですが、だからいい意味でね、こういう遊びが出てきてね、だから昔と比べてもね、断然こう成長してるのがね、伺えますし。なるほどなるほど。最終追い切りもね、楽にね走れてたんで、うまいこと仕上がったんちゃいますかね、これ、はい、雰囲気いいですわ。あとはどうしましょう。姉御肌いきますか。大名順はい。早い段階からね、気合をつけられてはいましたけど、最後一班を追ってからもね、時計的には十分に動けましたわ。大体ね、三歳牝馬じゃないですか。投手はあの一周前に結構強めに負荷かけて、投手軽めというパターンが、多い中で、この馬しっかりやったなという印象なんですけど、しっかりと最後までしっかりと走り切ってましたし、ただね、走り方だけ見るとね、やっぱりどうしてもちょっとダートっぽいなという感じですね。ああ、なるほど。前回ただ早い時計でね、1400m でしたけど、1分20秒見て、早い時計でレースも走れてるんでね、芝が全くダメということは全然ないんでしょうけど、どっちかいうともなんかダートっぽいなという感じはしないでもない。なるほどね。ウォーターナビレラ、はい。最後ゴーサイン出してからしっかりね、反応できてましたしね、ストライドも伸びていくような感じでしたわ、ゴールにつれて。ただちょっと頭高いんですよね。もう一つ頭一つ分ぐらい下がればね、もっとなんか切れそうなイメージあるんですけど、なるほど、その辺が今後の成長待ちではあるんですけど、馬はいいですわ、確かに。っていうのは僕もよく見ますね。名村クレア、調教動くんでね、この馬もほっといても、だから今週でも勝手にギアが上がる感じでね。なるほどね。最後は流れるようにも加速してましたけど、時計もめちゃくちゃ速いですね。はい、ですね。攻めかけするまでね、いつも動くんで、なんとも時間ですけど、体なんかもいいですし、当然。ゆくゆくはね、もうスプリンターなんでしょうけど。と思うんですよね、僕もね。だから今回もね、マイルっていう距離、多分ね、長いと思うんですわ。微妙に。本質的にはね。本質的には。ただ出来に関しては文句なしです。あとベルクレスター言っておきますわ、はいはい。楽にね、合わせた相手が未勝利馬なんですけど、楽にね、もう並んだ瞬間にも突き放していくみたいな感じでしたわ。手先なんかすごく軽いですしね、前回と比べて反応なんかも上がってるんですけど、だから力感って言われるとね、なんかまだそこまで、なんかこう体全体もうちょっとうまいこと使って走れるようになったら、もっとね、動けそうな感じがするんですけど、まだね、なんかちょっと良くも悪くもなんか軽いって感じなんですわ。その辺、このまま成長待ちですわ。なるほど。以上です。以上ですか。はい。はい、では、コースにお渡しました。そうですね。コースの対象格はサプライムアンセムだと思うんですが、スピード能力はすごい高い馬だなっていうのはすごく調教からも伝わってきます。ラスト1波の10秒台もね、マークしたことのある馬ですし、そうですね、本当に姉妹のキレというか、スピードに乗ってからの走りっていうのはすごく見るべきものがある馬なんですけど、
やっぱちょっと気持ち全身規制が強いかなというところはあると思いますし、かつて実戦ではもう左回りでちょっとね、持たれるような面見せてた馬なので、若干こう口向きとかね、いろいろちょっとこうスピード能力がすごくもともと高いんやけど、教えることが多かった馬だと思うんですよ。それがこうだいぶ身になってきて、スムーズに調教でも走れるようにはなってきたかなとは思います。ただやっぱりちょっとね、気持ちが勝ってるなっていうようなフォームですし、今週はね、4波のからさらっとこう馬の調子を整えるというかね、感触をつかむっていう追い切りに終始しましたが、やっぱりちょっとね、ちょっとやっぱり気負いが見られるんで、ちょっと抑え気味っていう感じでしたね。実戦でのパドックでもね、結構テンションが高めなんで、そのあたりでもコントロールっていうのがしっかりできるかどうかっていう、一瞬の切れというか最大瞬間風力みたいなのはすごく感じるんですけど、弾けそうな雰囲気はあるんですよね。弾けそうな雰囲気すごいあるんですよ。なので、あとはそこはね、いい意味で安城がうまくごまかして乗れるかどうか、そういう意味では前回はね、結構収穫のあるレースはできたと思うんですよね。なので、体調はいいです。体調はいいので、これまでやってきたことをしっかりレースにできつな、ね、げられる、かどうかなんですが、その準備はできてるなという印象ですね。そうですね、あとはそうですね、足をどこで使うかみたいな、感じなんでしょうね。あとはアルリングウェイ、アルリングウェイは、そうですね、非常にやっぱりセンスがいいというか、今週の行きでもスッとこう反応して、スムーズにこう加速してましたし、最後ちょっともう一回右手前に変えたりするようなところはありましたけどもね、ただ楽に加速してる感じだし、変な力みとかもない、なので、すごく現時点での完成度は高いんですけども、そうですね、ちょっとまとまってるかなっていう感じはあるんですよね。ちょっと凄みというか、そういった部分は、そこまでないので、今後スケールアップしていけばなというふうに僕は思ってるんですけど、センスの良さが実践につながるかどうか、というところですね。ちょっと公開メンバー強いんでね、頑張ってほしいなとは思うんですけれども、前走ちょっと驚かされたピンハイですけれども、この馬ね、前回結果出したんですけど、ちょっと体減ってたんですよね、ということもあって、中4週になりますけれども、そんなに強い負荷はかけてないでしたね、割とレース踏襲もゆったりめで、こう馬のリズム重視というか、それほどこう攻めた状況内容ではないので、ちょっと上積みっていう点ではどうなのかなというふうには思いますけれども、足取り的には割とスムーズには走れてましたんで、現状維持かなという感じですかね。一頭上げるやったらやっぱサプライマーセブかなという感じはしてます。わかりました。こんなところでよろしいですか。そうですね、あとは関東馬ですね。関東馬結構今回多いんで、そうなんですよね、確かにね、そうですね、注目できる馬がたくさんいるんで、そのあたりも配りしなあかんのかなと思ってます。個人的にもいい動きしたなという馬もいたりするんで、さあ印どうしましょう、馬券どうしましょうって話になってきますけどね、ちょっと難しいかなという感じもしてはいますが、でもどうですかね、やっぱ好気配で臨む馬が多いんで、レベルの高い争いというのは期待できるのかなと思いますので、ぜひね、レース楽しんでいただいてということで、じゃあ今回締めさせていただきます。ありがとうございました。